アメリカで野垂れ死に寸前の最底辺の輪です。今日は水曜日ですね。9月の4日の水曜日ということで、ダニエルの学校自体は昨日の火曜日に始まったんですね。なぜなら、第1月曜日はレイバーデイという休日だからです。なんかレイバーデイってあれですね、労働者をいじめるな、こき使うなみたいな、ちょっとそういうなんか経緯でできた休日みたいですね。長時間労働だとか低賃金とか、そういうのね、今の日本で問題になってる、ブラック企業とかね、そういう関連の経緯ですかね。で今日水曜日ってことで、先週の土曜日ってこと、8月31日の土曜日に、銀行からというか、信用金庫ですかね、銀行から銀行小切手を送ったんですよ。バージニア州の、最高裁判所って書いてありましたね。で3連休だったので届くとしたら多分今日あたり水曜日ぐらいかなみたいに思ってたんですよ。ところが昨夜火曜日の夜にその授業、裁判所通訳の仕事を恵んでもらうための授業、ウェビナーですね。英語ではウェビナーですけど、日本語ではウェブナーっていうんですかね。すいません、ちゃんと調べればよかったですけども、そのウェブナーを3回受けなくちゃいけないんですね。その水曜日9月4日と11と18っていうふうに3回ウェビナーを受けるんですね。で、ありがたいことにそのウェビナー自体は1時間なんですよ。で今日も1時間、来週の水曜日も1時間、1時間ってことで、それはちょっと助かるなと思いました。ちょっとあんまり長時間だと集中力とかも続かないんで。で、ライブでウェビナーを聞くのか、それともそのレコード記録、レコーディングしたものを後から聞くのと、なんか両方できるみたいなことが、両方できるっていうか、ライブまたはレコードされたものを聞くっていうふうに書いてあったんで、当然私録画されたものだったら一時停止をしたり巻き戻してもう一度聞いたりとかで、もう最初からもう一度聞いたりってできると思ったんですよ。だけどもライブの緊張感を味わおうと思いまして、今日はもう11時30分、お昼前の11時30分にはもう椅子に座ってこう待ち構えていたんですね。で最初の数秒間はうわ音が聞こえない、どうしようとか思ったんですけど、ちゃんと聞こえてスマホで大丈夫だったんですね。で今日もね、いつも通りエルザ、犬の、ワンちゃんのお世話をしながら英語の勉強していたんですけども、もしもスマホでダメだったら家に帰った後私のノートパソコンでそのウェビナー記録してある、録画してある、録画っていうのは裁判所が録画してる分を私たち生徒が聞くっていう、そういうふうにしようかなみたいに考えていたんですね。でだけども私もうね、絶対1回じゃ絶対分からないと思うんで、繰り返し聞くつもりだったんで、だったんですけども、だけど最初の1回は、ライブで聞こうってそれで聞いたんですね。1時間だったんで、集中力が途切れそうになりながらもやってったんですけども、で終わってから、終わったのが12時30分
でその後お昼食べて、であじゃあもう一度ちょっと聞いてみようかと思って、でそのログインしようとしたら、このウェビナールは終わりますと、終わりましたとか言ってるんですよ。でまあね、ちょっと明日もう一度ログインしようとして、まあ、次のウェビナーまであと1週間あるんですけども、例えば明日もう一度見ようとして、で、まあ、もしかしたら録画作業ができてないだけかもしれないんで、明日もう一度見て、でまたその講義を、まあ、授業を見れればいいなと思います。でもし見れなかった場合は、まあ、今回その授業でやってたことをちょっと思い出しながら、まあ、今日はですね、そのバージニア州の裁判所のウェブサイトで、あのウェブサイトのここのページ大事ですよみたいな、ちょっとそういうことを言ってたんで、まあ私例えばこのちょっとあの iPad だと少し画面が大きいんで、そういうのを見てもいいかなとは思っております。で、あのまあ私ね、今年の春に、44時間のリーガル通訳のクラスを取ってよかったなと思いますね。やっぱりウォーミングアップって大事だなって思うんですよね。特に私なんかはもう独学がもう下手くそなんですよ。で独学だとどこが大事なのかちょっとつかみにくいし、で授業を聞くとその先生が喋ってる時に大事なところを大きな声で言ったり、ゆっくりとした声で言ったり、あと繰り返したりとかしてくれるんで、あこれが大事なんだなっていうのがつかみやすいんで、まあ私は授業を受けるのは好きですね。まあ、同じ理由でその動画とかで勉強するのまあまあ好きですね。まあ、動画だとあのそのスペルとか綴りどうやって書くのかちょっと確認できたりできなかったりっていうのがあるんですけども、まあ最初のウォーミングアップとか、あとあのあこれ絶対難しいっていう恐怖心とか不安感をまあ抑えるっていう意味では役に立つと思いますね。であのあこのウェビナーのお知らせは夕べだったんですよね。で夕べの段階では私が銀行から送った銀行小切手または送金小切手っていうのをまだ届いてないと思うんだけどなって思いつつ、まああの一応私締め切り前に申し込んでおいたんで、そのオリエンテーションに出たいですっていうふうに申し込んでおいたので、まああの締め切り以前に申し込んだんであれば、支払いがあの、まあ、まだ届いてなくてもって、まあ、でも届いてないのはそれは3連休があったからとか、あとあの小切手の送り先の住所を最近やっと教えてもらったんでね、まあ、まあ向こうはもう裁判所なんで、もしも仮に私があのウェビナーを受けたのにあの、まあ、授業料っていうか申し込み料払ってなかったら、もう向こうは裁判所なんでね、もう私のことなんか簡単にもうあのぶちのめすなり押し倒すなりすると思うんで、あでもあそうだな、もあの例えば今日私ウェビナーは参加したんですけども、その今日の段階ではまだ送金小切手が届いてないとか、届いたけどプロセスをしていない、小切手受け取った後小切手の後ろにガチャンってハンコをして、それをあのまあお抱えの銀行に持っていくんだと思うんですけども、まあそれが今日の段階でできてなくても、まあ、ウェビナーあと来週再来週とあるので、うん、まあ、 あのそんなに
私もそんなにビクビクしなくてもいいのかなっていう、ちょっとそういう気持ちはまあまあありますね。で、今日の授業おさらいしたいんですけども、まあ、それは明日またログインしてっていうふうに思います。まあ、私もちょっともう こんなもう49歳だし、覚えられるかどうかちょっと分かんないですけども、まあ、やってみようと思います。その体験談をちょっとここに、まあ、動画に上げて、まあ、もし、まあ、別の州、まあ、バージニアって東海岸ですけども、別の州、例えば西海岸の、西海岸って3つしかないですね、州が、ワシントン州、オレゴン州とカリフォルニアですけども、で、まあ、州によってちょこっとやり方とか手順みたいなのが若干違うかもしれないですけども、まあ、共通点も多いかと思うので、まあ、将来その裁判所の通訳になるためのオリエンテーションに参加したいという方は、まあ、参考になれば嬉しいです。はい、ということでございました。お役に立てればと思います。最後まで聞いてくださった方ありがとうございます。で、口下手で申し訳ありません。失礼します。